こんばんは、ザ・スクープの時間です。今夜はまず台風9号の情報からお伝えします。中型で強い台風9号は午後5時過ぎ、徳島県阿南市付近に上陸しました。先月の7号、8号に続き今年3個目の上陸となります。台風は今後も北上を続けるとみられ、東海地方から四国にかけての広い範囲で強い雨と風が続きそうです。西日本の交通機関が麻痺状態に陥っているほか、各地で事故も相次いでおり、気象庁で厳重な警戒を呼びかけています。台風の進路にあたる香川県の高松港から中継でお伝えします。香川県高松市の高松港です。ご覧のように高い波が次々と岸壁に押し寄せています。浮き桟橋は壊れそうなくらい上下に揺れており、時折ドーンという大きな音も聞こえます。瀬戸内海でこれだけの波を見るのは非常に珍しいことです。高松市では今日昼過ぎに最大瞬間風速 28.8 メートルを観測するなど、現在も強い風が吹き続けていますが、この影響で高松市のほか1市2町の342世帯が停電となっています。香川県では今後さらに雨風ともに強くなり、午後9時頃がピークと見られているため、引き続き警戒が必要です。以上、高松港からお伝えしました。台風情報は後ほどまたお伝えします。